はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8では続きをやっていきたいと思います。今のところは王家の谷の最奥にあるセレンの園を目指そうということなんですけれども、ちょっと細々としたねイベントをやっていきたいので、こういうやつですね、バルクイラの討伐、これから終わらせていきましょう。で、いろいろと漂流者もまだ何人かいるみたいなんで、救出できる人がいれば救出していきましょう。で、バルクイラ自体はそんなに時間かからずに倒せるかな。てか、まずはバルクイラを探し出さないといけないね。どんなんだったっけ。この虫ではないことは確か。あ、そう、もう古代種がねうろついてるんだよね。やつは結構強いからな。ただその代わりかなりいいアイテムを持ってるけど、この黒いやつか。あー、バルクイラ、こいつだね。こいつも速攻で倒そう。はい、決める。今のうちにマヒッチを貯めてくれるとすげえ助かる。いいね、溜まってるね。やつに気づかれたか。来るか来ないか、大丈夫か。まあ、こいつを相手にしてる分には楽勝だからね。よし、バルクイラ討伐と。じゃあここはこれで終わったので、次はこっちに行きましょう。下のハテナをやっていきます。あと別のハテナは多分なんだっけ、なんとかスポット転移できる。要はこういうところです。こういうところで、地図を見ながら行きたいんだけど、こういうやつってさ、もう雑魚だよね多分。それなりにあれか、タフではある。ちょっとは強いか。で、マップを確認しながら行こう。まずは上、右上の方だね。こいつ倒したいんだけどね、いいの持ってるから。まあ、ちょっと時間がかかるんで今は無視しましょう。2段ジャンプできない。アイテム冒険具はこれをジャンプにしよう。2段ジャンプはめちゃくちゃ役立つんで。さて、どうするこいつ。相手にする、いや、仕方しよう。こっちの方かな。前に見かけた焚き火、改めて焚かれたっぽい。まだ熱が残っている。焚き火の主近くにいる。こんなところにいたら確実に死ぬだろう。で、マップを見てみましょう。こっちに移動してるね。この近くか。新しい古代種も大量に出てきたからね。その中一人で生き延びてきたっていうのも凄まじいな。ああ、この人、お、焚き火の主か。どうやら思っていた以上にお年を召された方。おばあちゃんだね。優しそうなロバ。おや、まあようやく人に出会いましたね。あなたたちもロンバルディア号に乗っておられたのですか。老婆にこれまでの経緯と状況を説明した。ここはセイレント、いろいろありつつもなんとか脱出の可能性が見えてきた。ざっくりしすぎだな。いろいろって。一人は危険、一緒に漂流村に行く。まあ、そりゃそうでしょう。危ない。おお、これはリコッタちゃんの出番か。おっと、獣か。優しそう、ハテナな老婆。大丈夫、ここは私に任せな。なんか魔法とか使えるのかな。いや何、超強えんだけど。剣がかっこいい。
めっちゃかっこいい剣持ってる。どこに持ってたのこいつ。超マッチョなんだけど。ようやく仕留められたか。お前さんたち喜びな。今夜の晩飯はごちそうだよ。こいつを食うのか。一体何者なんですか。ちょいとばっかし驚かせちまったかねえって。それじゃあまあ改めて自己紹介させてもらおうか。私の名前はシルビア。10年前までロムンのコロセウムで戦っていた元剣闘士さ。まあどうかよろしく頼むよ。コロセウムの剣闘士、道理で強いわけだ。いやこいつはすげえ戦力になるぞ。その体験まるで翼のようにはためく銀の髪、銀翼の鷹で間違いないな。銀翼の鷹といえば生涯無敗の大剣闘士、コロセウムの英雄として有名。むちゃんこ強えじゃん。師匠と同じ雰囲気感じる。まあ昔の話さって。まあでも10年もすればね、確かに結構肉体は衰えるけど、それでもこんだけ強いからね。お前さんたちも気をつけるんだよ。シルビアが漂流村に参加することになった。いやこれでさ、追撃戦がめちゃ楽になるね。いや実際そのゲーム上では楽になるかどうか知らないけど、現実問題追撃戦がめちゃ楽になるじゃん。で、あとはここら辺は確かちょっとあんまり関係なかったので、そうそうそう、こっちの方、ここに転移すればいいのかな。あ、ここら辺が多分そうだね。ちょっとこれをどかすか。人も増えてきたので、でちょっと見ながら行きましょう。このまま上でいいですね。これじゃザコでしょ。1400とか当たるんだけど。でこのまま進んで、これか、これをどかそう。支援要請と。よし、とっとと片付けるか。了解だ。ありがとう。泥砂を撤去しましたと。じゃあ先へ行きますか。宝箱があったよね。おっとっとっと、これは顔が沈んでしまうんじゃないか。酸素が大丈夫。青の腕は、青の腕はって何。一応見てみるか。賭博士のコインをちょっと見てみて、青のタリツマンじゃなくて青の腕輪だったよね。腕輪ってことはなんか大したことなさそうだけどな。あれない、別のところか。これか、凍結、凍結負荷か。いやまあ盗賊の腕輪がいいよね。アイテム入手数アップ、これはかなり役立つ。実感としてはよくわかんないけど、まあ装備してた方がいいでしょう。で、次はここに行きますと。あと武器と防具ってどうだったっけ。結局ね素材がね、ナシラズ海岸からどこにどう行くんだっけ。なんかあっちのね島にね行けるみたいなんですよ。ここの、行って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 、どこだ。こっちの方を見てみますか。これなんかさ、あいたたたたたた、スポットになってるけど、マップをちょっともう一回確認しますと、どこだ、いた。なんかね船があるみたいなんだけど、
こっちの方に移動してみましょう。サライの失踪、エタニア王宮から姿を消してしまったらしい。サライの正体が謎だよね、そもそも。こっちの海岸の方から、あ、これよ、これこれこれ、この船調べるってやったのに。小舟で移動しますか。はい、アドルたちは小舟に乗り込み、小さな島へ向かって漕ぎ出したと。もうオケアノスはいないですからね。まあただ他の古代種とか、そもそも人類滅亡の危機に迫ってるからね。で、一人島一人島ってなんだ。地図をまた埋めていきますか。これは文字入りの万年筆。こんなとこにさ、万年筆が落ちてたらさ、もう塩でダメになってるでしょ。新たなロケーション発見、マグナカルパ。これも木だね。見事な景色ですね。で、この中とかも入れるのか。こっちも行ける。まそのまま普通に中入っていきますか。イベントポイントがあって、おお、宝箱、モノリスのかけら。え、これをどうすんの。これはこれだけか。モノリスのかけらってことはさ、なんか記録が見れるのかな。まあ、ちょっとだけ見てみますか。これはなんだろうな、一覧でいく。一覧多すぎるモノリスのかけら探すのが大変だな。どれだ、もはやわからん。魚とかでもないしね、レア食材でもないしね。大事なもの、大事なものっていうのがどっかにあった気がするんだけどな。これ大事なもの、あ、これだね。あー、わからんマジでわからん。裏側がイベントポイントだった。でかいピッカードが倒れてる。え、どれどれどれ、ピッカードにした。あ、こいつかちょっと会話の途中でピッカードじゃねえし腹が減って動けぬ。食えるもの、食えるものはないか。ブツブツブツ。おお、お前たちはカーラン教だな。これは生きてたのかよ。まあ、確かに誰だははは。食べ物がない割にはあんまり痩せてないね。幻覚まで見えてきた。私もいよいよのようであるな。覚悟をしたか。どうか気を確かに持ってください。気休めなどよせ九死に一生を得た。小島で一人、泥水をすすって生きる。ずいぶん苦労してた。まあそりゃそうでしょう。連れて帰って差し上げる。おお。海の木図と消えたはずのカーラン橋、少しやつれてはいるものの奇跡的に小島で生き延びていた。今アドルたちに連れられて再び漂流村に戻ってきた。多分これで人数的には今助けられるのは助けたかな。まあちょっと状況はやばいけどね。カーラン教少しやつれたってやつれて泣くね。カーラン教死んだはずじゃ。すっかり忘れてたってどれくらいの月日が経ってるんだ。なぜ私が力を貸さねばならん
生意気な船長にでも言うのである。あれもう時系列が分かんないな。船長殿は死んだ、切り裂き魔の手で。切り裂き魔がいたからこいつが逃げるっていう流れになったんだっけ。本当に立派な最後でした。そうか、漂流村はかなり厳しい状況。勝手な行動は慎んでくれ。本当に命を落とすぞ。どちらへ。疲れている。どこか具合が悪いのか。あの男なりに思うところがある。まあいろいろ経験したからね。そもそも知らない人がいるでしょ、カーラン教のこと。改めて漂流村に加わった。で、あ、シルビアさんいる。連戦。いやー、すげえ頼りになるよ多分こいつは。で、討伐しましたと。討伐報酬、力の霊薬。おー、いいもんくれるね。まあ、ちょっと取っときましょう。で、あとはそうすると人が増えたんで、どかせられるものがどかせられると思うんだよね。ここ見晴らしの峠、どっから行けばいいんだ。ここっていいのか。意外にね、近いようで遠い時があるからねこれ。あ、全然近いわ。進め。登れ登れ。え、ちょっと待って、もう一回。これさ、二十何人もさ、この鮮明ところに来れなくね。出先の器用なエアラの指示のもと。そんじゃやるとすか。誰か崖から落ちるだろこれ。はしごを追っかけた。敵も普通にいるし。あれ、これ何、はしごなのどっちなので、ここに出てきましたと。普通に敵がいるね。はい、もう少し倒せる。これはなんだ、あ、普通のあれか。で、上に登っていけばいいのかな。登れん。よし、どんどん登っていこう。どこだ、こっちか。うわと思ったら全然弱かった。楽勝だな。ま、雑魚、あー、宝箱ある、宝箱取ってこう、取ってこう。履力石か、履正石か。まあ、履正石はね、普通に使うからね。で、お、ここにも人がいる。力の霊薬、力の霊薬が増えてきたね。マジか、また人がいるの。羊風の青年、手に入れたカップは少々大きすぎる。うん、おや、漂流者みてえだが、こんなところで優雅に茶会とは一体何者だ。フランツ、お久しぶりでございますね。
ランツって強いの？どうなのです？蜂も害分もない大変有意義な旅。みんなですか？反省と申されましたか？こんな状態でもさ、なんかネクタイしてんのがすごいよね。外すだろ普通。改めまして、ロズウェル家の執事フランツと申します。落車お嬢様がお世話になっているようですね。お嬢様のわがままに付き合わされていなければよいのですが。そんなことねえぜって。そんなことあるよ。まあ落車には助けられてますと。個人的に大変興味がある。見届ける必要がありそうですね。嫌味に見えるほど何でもこなしてしまう執事です。フランツが困っているところを見たことがない。漂流してたのに服装も綺麗。まあそりゃね。北部を一人で歩き回っていた。腕も相当立つ。いやこれ漂流村めちゃくちゃ戦力増えたぞ。これで20何人23人とか24人だよね。これは何か意味あんのかな。特に何にもなしか。敵がいた。ちょっとマップで、あとはここもどかせられるんだよね。これどこだっけ。ロディニア沼地の土砂。こっから行けるか。沼地って沈むところだっけ。あ、これここかです。どうやって行くんだ。あ、思い出した思い出した。あそこね。分かった分かった分かった。あいつがいたところだね。最初に倒したやつ、名前忘れたけど、黒いやつ。で、あの黒いやつは一回討伐すればもういなくなるのか。こんな危険なところにみんなを集めんの。安全を確保したいけど。戦闘が行われてる。ってか俺吹っ飛ばされてたし。んじゃ作業を始めんぜ。よく作業できるな。土砂を撤去したと。いるー。なんかよくわかんないけど中へ入っていった。え、水没墓地。え、一息つけんのこんなところで。あ、あるあるある。暗いね。あれを装備しよう。これはいらないから光るやつにしよう。これで多少は明るくなったか。で、このあれ、この先こっちか。いや全然分からんぞこれは。敵は今のところ見当たらないね。あー、敵の、うわー、またあれか、いるわ。
2段ジャンプ、いやグリップがいらないな。どうやっけ、これか。水の中の戦い。魚はね泳げるからね。あっち側に何かがある。っていうかさ、ここ何しに来たの。マジで一応探索はしてるけど。宝箱がある。共産なんちゃら駅。うわ、いやそんなに強くはないか。楽勝だね。まあ進めるところまで進んでいきますか。あ、これ多分開くな。あれ倒せないで、ショートカットができるようになりましたと。こっちにもただ道はある。何かを食らった。ガード、何に。そうか、弱点みたいなのが出てないとダメか。こっちでいいのか。上に行けるね。暗いやら恐ろしいやらでちびるかと思ったぜ。ちびったら許しません。で、あれホラド。これはこっち側に出てきた。あ、で宝箱がある。なんかちょっと怪しいけど、龍門岩。大樹の方へだ。よし、いいねいいねいいね。命の霊薬。おお、普通にいいお宝だな。で逆側もある。もう一個の方向から行けるところがあったからね、そっちへ行ってみましょう。おお早い、行って、でこのまんま上へ登りますと。おお、なんかある。新たなロケーション。これロケーションなんだ。モノリスっぽいのがあるね。静寂の間。ふむふむ、面白いな。あの宝箱は気になる。壺を壊していくか。まあ、壺は多分大したもん入ってないからね。うん、ジャンプしないとダメか。青木調合所イン。モノリスみたいなの何。特に何にもコメントはないね。まあ、一応ここにワープできますというのはあったので、じゃあもういいか、ここは。でここなんだ、多分なんかのロケーションポイントだな。でこれは死生代の大穴。どこで行けばいいんだ。最奥、石柱、ここでいいのかな。ちょっと死生代の大穴行きたい。せっかく人が集まったんで探索できるところは探索しましょう。このまま先へ進んで、セレンの園とか、いつ行くんだっていう。あれ死世代の大穴、あっちか。もうここは多分敵は雑魚だと思われるんで、仕方をしていきましょう。道が分からん。どうやって行くんだっけ。硬いしこいつ。あれここでもない。ちょ待って、もう一回もう一回もう一回。こっち側から行くんだっけ。痛い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 。倒すか。こっちか。いや、めちゃくちゃ広いからね。しかももう忘れたし、ここら辺のことなんて。結局こっから来てよかったのか。これ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 、宝箱がある。
お願いします。さて、一丁やろうや。みんな大忙しだな今回いろんなところに呼び出されてる。ありがとうみんな。よっしゃ、宝箱ゲット。青き調合書守り。ここら辺ってなんか霊薬が作れるようになるんだっけ。というわけでもうここも用済みですね。あとは特にないか。よしよしよし、ここら辺なんだっけなんかあるけど、まあいいや。野営地一番奥、セレンのそのここに転移しよう。おー、いきなりイベントが始まった。おお、こいつはすげえな。セレンの園、ダーナさんの記憶と同じ光景。ここがよかった。ヒモロギがセレンの園をなんとか守ってくれたみたいだね。ダーナね、綺麗な場所だな。うん、でもソーネンの木は記憶で見た時よりは幾分育っているように見えるな。アドルさん、とにかく調べてみよう。どんだけでかくなれば大丈夫なんだろうね。まあとりあえず調べましょう。ダメみたいしょうがない。謝る必要はない。本で読んだことある。肥料をたくさんやる、木大きく育つ。肥料は壮年。どうしたらいいってこっちに振られたってわかんねえよ。考える役目はちょっとまた別の人でしょ。アドルじゃなくて出てきたね。こいつはどうなってる。うん、別に身構えてはないよ。
この人たちの言うことってさ、人の定義が分かんないよね。俺もうなんかさ、いろんなゲームでさ言ってんだけどさ、みんなこう人人人人言ってんじゃん。この人は信用できるとかさまず人の定義は何なの、この世界で言う。この場所について教えてください。セレンの園について、こいつが作ったんだよね。どういうものが守り人に選ばれるか。種の中で最も輝く魂を持つもの。同胞を救おうと最後までラクリモサに抗った。研究者、まあ確かにねこいつは研究者っぽいよね。膨大な量の想念が必要。いやまあこいつらはさ別にいいんだけどさ、サライちゃんよ、サライちゃん、マジでサライちゃんは何なの。絶望に陥るほかなかった。地上の変遷どれだけ長い間見てきたんだ。あーなるほどね。諦めないよ。打ち砕かれる希望が大きいほどその絶望も大きくなる。許される範囲で助言を与えましょう。許される範囲って誰に
これから話すことをよく聞いてください。ラクリマさんに対抗するのはやはり木を育てるほかない。想念の量は今も全然足りていない。ここへ流れ込むのはラクリモサ以前に生きた者たちの想念。淘汰で滅んだ者たちの想念は今も胎樹に囚われ続けている。その膨大な想念を胎樹から解放することができれば、ここへ流れ込む量が増大してあの木が育つ。胎樹から想念を解放するにはどうすればいいのか、現地で説明した方がいいと。今から始まりの胎児まで来てください。え、少し待ってくれって何か。もう行こう待つ理由はない。先に胎児で待っている。心残りがないよう万全な準備をしてきてくださいってマジですかい。ラクリモサを止めるとはまるで思ってない口ぶり。この地の秩序、これはもうさ、漂流村のさ、さっきのばあさんとかさ、呼んでくるべきだよ。よし、じゃあ、転移すればいいのかな？どこへ？ここか。ここには転移できない。こっから行けってこと？行くか。釣りの秘密。釣りとか全くやってない。あれ？ここから先行けんの？そもそも。まあいいか。ちょっと行くか。イベントが始まったし。確かにね、この霧をどうしたらいいのか。なんだ、道が開いたのか。おお、一瞬にして霧が晴れた。入ってこいってことみたいだね。行くのはいいけど、装備マジでどうなってたっけ。まあいいや、たくさん釣れそうだねって。あーマジでここで緊急連絡マジか。まあ余裕があるかって言われたらちょっとあれだけど、戻りましょう。これは戻りましょう。ここでいいところで来るねしかし今回こっちにはシルビアとね、変な羊が加わったからね、まあ、カーラン卿はどうでもいいとして、よし、追撃戦やりましょう。あれ君じゃないあ、ドギーどこ行った。あれマジでシルビアさんお願いします。本当に大きい山が迫ってきた。実にいいね。おお心強すぎる。で、あれこいつじゃないよね。だって話をする。これまでになく厳しいもの。全員の心を一つにしてやると。え、そうなんだけど、ドギはドギ。あれどこにいた？
で、輝ける鎧とかはなちょっとよくわかんないからな、山からたくさんってことなんかこっちの方にあれか、これダーナでしょ、見るか、え、こっち、あ、違う、今のマークはあれか、依頼のマークか、もう誰が何のマークなんだかよくわかんないしね、これで回収していくか、ナスビ回収9個なるの早えな、これパプリカだっけ、回収、畑が少ないねよく見たら作物が、コーンも回収しましょう。でドギよ、ドギ、ドギどこにいんの、これなんかあるっけ、おお、みんなのあれがある、あ、こいつ魚食うやつか、でここにはこいつでしょ、あれ本当にドギどこにいんの、ドギが見当たらん、せっかく来てやったのに、肝心のドギがいなければ追撃戦ができない。マジでいないよね、ここら辺はエアランだしな、リヒトはまたシスターとお話をしている、こっちか、おお船がすげえできてる、お前じゃない、とりあえず強化を先に見よう、何を強化するんだ、何が必要、ふお竜文様とか2つ使うのか、デコイバリケード透析機、燃焼透析機、カズラカズラが必要なのか、スタンドオタク、いやもう全然足りんわ、これでいこう、準備が整ったら迎撃地点で待機、ウェイブは4、お前たちやられるでないぞ、了解じゃ、決死の籠城戦、まずは鳴らすところに行くか、ほーいと、やつらがまひってるけど、向こうからも敵が出てるね、おお早い、こっちこっちこっち、おおお願いします、あれいなくなった、ここにいるか、おおいいねこれはもう使おう、緊急修理すぐ溜まるからね、必殺技ゲージは、この間に溜める、いやリヒト君はまあ、お、ダイナスなんちゃ、うわこれは古代種か、チップか、送ってね、あっちにもまあ来てるっちゃ来てるんだよな、私に続いてください、なんだ、もうどこに行けばいいんだ、あ、行った、このまま挟み込む、うおー、できたやつやる、ちょっと待って、あそこがやられてんな、どれだ、あとはあいつか、出だし玉とかそんなに効くんか、まあ、とりあえずウェーブ1は結構余裕だったね、ハシビロコウとかも一応戦ってるんだっけ、ゲリヒトとか、なんなのこのさ、
活躍具合が全然わかんないんだけど、何を基準にして活躍してるんだ。おい、いろんなとこから出てくるからね、少しあれを、こいつもでかいか。ほら、どこ行った。この時に他の敵は動いてないよね。動いてないね。どんどん使ってこう、どんどん。で、こいつを倒したら下の方に向かわないとな。よし、さて、こっちこっちこっち、これがやられている。これがそろそろぶっ壊れそうな気がするな。あとはこっちか。ん？あっちか。うわ、めちゃくちゃめちゃくちゃ疲れてる。やめろー。あれ、ぶっ倒れてしまった。大ダウンを当たったのか。これぶっ壊れんな。もう向こうからも来てるしね。ヒットポイント徐々に回復か。誰かが SP 回復を使ってくれるよね。あー、そこはやられるな。まだまだ。うわ、でっけえのが来てんな。うわー、燃やされる。よし、倒してないね、まだ。よし、OK。うわー、だいぶ破壊されたな。ただこいつを倒したおかげでいいアイテムがかなり手に入った。おお、ドギちゃん頑張ってるね。で、ようやくウェーブ3か。あそこにいる。これもつかないからね、あんまり。待て、おい、マジ倒す、倒します。巻き込みたいな。右のやつ巻き込んでる。いやー、倒されたな。よーし、アイテム、このめちゃくちゃ貴重な星昇降みたいなやつがすげえ手に入った。やばい、 SP がなくなってきた。乱発は控えよう。乱発は控えようって言ってさ、こういうとこやってないとさ、ダメだからね。よっしゃ、もう訳が分からんけど、とりあえずぶっ倒す。向こうにもいるか。こっちか。早めに倒したい。優しき御殿場って。あれ、あっちにも敵がいる。なんだ。すげえよくわからん。ここはもうめっちゃ来てるな。あ、ドギか。ドギが来てんのか。で、またこいつね。
待って、どこ行った？隆起を使って、これを使おう。クリティカル的なものが出てるね。これやってる時もやっぱ SP 減ってくんだ。で攻撃をするとあれか増えるのか。よし、でもさすげえ破壊されてる。すげえ破壊されたけどアイテムがすごい手に入ってる。ほとんどなくなってんだけど。これが俺様の実力よ。シルビア様とかどこに行ったの？全然活躍してないんだけど。ボスを撃破。あー、なるほどね。まずはちょっとな、必殺技が使えるくらいの SP を貯めたいね。こいつか、頭が弱点かな。もうどこがどうなってんだかよくわからんが。勇気が使えないからな。あれ、もう倒せんじゃんこいつ。幽霊原始に弱かったな。いや、めちゃくちゃ弱かったぞこいつ。よしよしよし、でもだいぶあれだね、アイテム手に入れたね。これ何回もできるからね、追撃戦は。追撃戦やってこういったレアアイテム揃えるのもいいかもね。ちょっと裏方でバイトしよっか。追撃戦バイト。めちゃくちゃ破壊されてるけど、いやこれ評価ポイント悪そうだな。まあでもええか。あ、 S、 あ、こっちが S ってことね。竜輪、あー、いいね。黄金のエンブレム、龍門岩と宝枝、ここら辺はかなり貴重だからな。まあとりあえず撃退することはできたか。よしよしよし、よく聞いてくれ。あの古代史はまだまだ湧いてくる。そんなに湧いてくるんだ。あれ果てなき脅威、次々に迫るくる強敵に挑戦することができます。めんどくさそうだな。ちょっとアイテムが手に入ったんで武器と防具を見てみましょう。さてさて、そう、これビータでやってて、もう PS4 のイース8が出てるんですけど、 PS4 の方はまあやっぱりいろいろと改良されてて、その斬撃とかの種類を変えられるみたいなんですよね。今だともう完全に一人一人で、アドルとダーナが被ってるんで、アドルとダーナもうどっちかっていう感じになっちゃうんですけど、これでなんていうの、属性を変えれば両方入れられるっていうね。ダイナスレイブ、ダインスレイブ連成すると、でもさあ使うかどうだろうね。こいつもただと強化するだけでしょ。竹三日槌にもなってるアロンダイト、あ、これは強化しよう。強化じゃなくて連成か。竜文様を使おう。メルクリウス、よし。であとプラスをねやるとしても、この竜文岩的なのがやっぱり必要なんだよね。防具は？今日はどんなよ？まあ、一番下を見ればいいんだけど、ドラゴンアーマーはみんな装備してるか。まあ、こっちは力を上げて防御を下げるかっていったところなので、まあ、防御力は大丈夫そうだね。あとはこれだね。テクタイトコだよね。ちょっと広い金か。テクタイトコなんて昔の鉱石だし。よし、とりあえずこれどっから見つけたい気もするけど、どうしようかな。少し裏方で追撃戦をやってアイテムを揃えるっていうのもありだよね。あとはヒールポーションどうなったっけ。あ、調合書か。イン
主、忍者の妙役、守りの霊役で、跳躍をしてヒールポーション、空き瓶が1個か。ジギタ率もだいぶ減ってるね。フルポーションにしとく。では私またどうぞ。よし、 OK。 というところで、じゃあ次回は、そうか、まだ追撃戦があるんだけど、これやんなくていいと思うんだよね多分。大樹の方の、奥へ向かっていきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。